メソアメリカ最古の長期歴の刻まれている。7バクトゥン16カトゥン3トゥン2イなる13金6、ベン、18シュルの日付であるが7バクトゥン、16カトゥン、18シュルの部分が欠損しているので計算で補っている。トレスサポーテス石碑 C の裏面はワフタカリク石碑2号、エルバウル石碑1号長期歴とは、メソアメリカ文明で遅くとも、 紀元前一世紀頃から使用され始めた暦である。周期が非常に長いために、実質上循環しない暦として利用できる。碑文に長期歴が記されている場合には、その絶対年代を知ることができるために重要である。マヤ諸都市の石碑に刻まれていたことで広く知られるようになったために、マヤ歴とされることもあるが、マヤ以外の土地で古くから使われており、 マヤ文明に起源するわけではない。長期歴は、1日である金、20金の月である、ウィナル、18ウィナルの年であるトゥン、さらに20トゥンを1カトゥン、20カトゥンを1バクトゥンとする単位で構成される。石碑に長期歴の日が刻まれたり墓の壁画に長期歴の日付が刻まれたりしていると、その日を特定できるため、歴史学上または、 考古学上の貴重な資料となる。マヤ研究者は通常バクトゥンから順に、で区切って、三様数字で、長期歴を表す。トンプソンによると、計算のためにバクトゥンより、大きな単位も存在し、20バクトゥンを1ピクトゥン、20ピクトゥンを1カラブトゥン、20カラブトゥンを1キンチルトゥン、20キンチルトゥンを1アラウトゥンとした。1アラウトゥンは、 約6308万年に相当する。長期歴の元期は13.0、0. 0.0、04はハウハチクムクであり、これは先発グレゴリオ歴で、紀元前3114年8月11日に当たるとされる。バクトゥンで例の代わりに13が使われているのは、おそらくソルキンの日付の計算で13を例として扱うのが拡大解釈されたものであろうという。 キリングアセキヒシーではこの日付に創造説話を関連させている。一部の碑文では長期歴の5つの数の上にずらっと13を並べたものがある。下記の DMT 対象法によれば2012年12月21日にこの13.0、0.00に至る。ただし近年騒がれている周期に終わりがあるかのような解釈についてはマヤ古来のものでなく、 西洋的な見方であるとして否定的な見解もある。ドレスデンエ文書には、元木より、以前の紀元前3115年3月20日の日付も扱われており、元木に終末が来るように考えられていたようではない。西暦との対応については以前は、スピンデン対象法という換算法と GMT 対象法という二つの換算法の間で論争があったが、現在は、 GMT 対象法が2、3日のズレはあるがほぼ、正しいという結論に落ち着いている。長期歴の最も古い資料は7バクトゥンを表す。もので、7バクトゥンの始まる、紀元前354年頃から、紀元前30年くらいの時期にサイクル7の資料が、集中する付近に住むチャパス州北部とタバスコ州に住む、先住民疎継やオアハカ州北東部に住む、 先住民未平の人々によって発明されたと推察されている。ラモハーラやトゥシュトラの肖像に刻まれている碑文や名文が彼らの言語を当てはめると解読できると主張する学者もいるからである。確実に最古の日付が刻まれているとされるのはメキシコチャパス州のチャパデコルソの石碑2号である。7バクトゥン16カトゥン、3トゥンニウイナル13金6弁、18種類。 の日付が刻まれている。ただし、グアテマラのアバフタカリクの石碑2号の日付は、カトゥン以下が欠損しているためはっきりしないが、カトゥンのイが6であれば7.6、0.00として一番古くて、紀元前235年まで遡ることになる。また仮に16であっても7.16、0.00であれば、紀元前38年になるので最も古くなる。 可能性を持っている。7.16、19.17、19であれば、紀元前18年にあたる。以下、紀元2世紀のものまで挙げると、マヤで、長期歴を記した最古の資料とされるものにハウバーグの石碑があり、8.8、0.7、0、3がハウ13種類とされるが、欠損が多い。これを除くと最も古い日付は、 光カル石碑29号の8.12、14.8、15になる。マヤ中心部の都市国家は9世紀に次々に崩壊し、10世紀に入るとほとんど長期歴は記されなくなった。トニナのモニュメント101号10.4、0.0、0 00が確実なものでは最も遅い日付を表している。 一夢手石広九号は10.4、1.0、0の日付が記されているとも言う。スペイン人がマヤの地を訪れた時にはもはや長期歴は使われていなかったが、それを簡単にした短期歴が5個天気のマヤ定地で使われていた。この暦はチラム・バラムの書のような構成の書物にも使われている。短期歴ではバクトゥンを使わず、カトゥンをその最後の日のツォルキンによる日付で読んだ。 この方式では13カトゥンで一周する。カトゥンの日数は20の倍数なので、20日周期は常にアハウになる。また、7200イコール1355311。なので、13日の数字は11ずつ進む。J. リック・エス・トンプソン、マヤ・ヒデログリフィック・ライティング・イントロダクション、カーネギ・ーインスティチューション・オブ・ワシントン。 ピアニッシュも、314から316、httpwww.messayweb.com、publications、トンプソン、トンプソン1950アペンディックス4、pdf-hat-ab-cross、マイケル -p、ロングカウント。The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures に、Oxford University Press、ピアニッシュも、139から141、 ISBN 0195108159ロビン・ヘイワースクワヤーガザマヤ・クリエーション・ストーンズアンカバード・ヒストリー https アンカバード・ヒストリー .com グアテマラキリグアザ・マヤ・クリエーション・ストーンズ・オブ・キリグア,リーーリグアディ・フライダルエル・シール・ジェ・パーカーマヤ・コスモススリー・サウザンド・イヤーズオン・ザ・シャーマンズ・パス ウィリアム・モロー、p62,http://research.famsi.org/schele コロン、ススラッシュ、スラッシュ、リスト、php, all s e a r イコールコバーホールド、サーチイコールタブイコールシール&、タイトルイコールシールドローイングコレクション&、x イコール 34&、y イコール12、マヤカレンダーハットマーチン、サイモングルーブ、ニコライ、 クロノロジー・オブ・ザ・マヤ・キング・クイーンズ・テームズ・ハドソン、B189、ISBN 050051038個、マイケル・ D ・ザ・マヤ、テームズ・ハドソン、B165、ありがとうございます。